はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきます。今回ご紹介するのはこちら。はい、ブランチスタネロナルトのカカシ。はい、こちら海外限定品。はい、一応ね、箱の外観をね、見ていきましょう。あと半券はね、ここにあります。はい、補助パーツがね、ついてます。ライキリとイチャイチャパラダイス、あとフェイスパーツね。はい、ではね、早速開封していきましょう。袋の状態を見ていきましょう。はい、まず上半身パーツで、下半身で、頭部が2つで、イチャイチャパラダイスを持った手パーツが1つで、補助パーツで、雷霧を放っているエフェクトパーツ付きの手パーツ。はい、以上の構成ですね。結構パーツとしてはグランジスタの中では多い方ですね。はい、では早速組み立てたいと思います。組み立て終わりました。ではね、見ていきましょう。こちら、通常のフェイスパーツですね。それにイチャイチャパラダイス。はい、イチャイチャパラダイスの中間ですね。はい、ちゃんと背拍子まで書かれているっていうね。すごいな、再現度が高い。はい、で顔ね、いやー、よくできてるね。似てる。うん。はい。いや、これいいね。前回のね、グランジスタのゴジータ、あちらはね、下半身の中が空洞になってたんですけれども、こちらはちゃんと身が詰まってますね。はい、そこら辺は安心できますね。はい、フェイスパーツと、腕のパーツを取り替えたいと思います。取り替えた姿がこちら。はい、いいですね。かっこいい、凛々しい顔になってますね。シャリンガンがちゃんと赤い目で再現されてますね。で、腕は雷霧。いいね、このエフェクト。すっごいいい。かっこいい、これ。いや、このかかしかっこいいなぁ。さすがだね。なんでグランジスタネロってこんないいのを海外でのみ出すんだろうね。日本でも出してほしいんですけどね。一通り、組みましたんでね。回転台座、こちらはね、普通の表情パーツと腕パーツ、こちらのね、シャリンガンタイプとライキリのバージョンで、それぞれね、回転台座に乗せてお送りしたいと思います。今回はね、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。光放つ繋いだ鎖、解き放てば
Get up.